どうもこんにちは、ラザ TV のベアンです。ゆかです。さあ、ゆかさん、今日はですね、ちょっと皆さんにね、お知らせがありますね、うん、あ、そうですね。いや、ドキドキしますね。はい、やっぱりもったいぶらずね、早くあの、実はですね、今度6月の3日と4日に公開ライブ配信をやることになります。公開ライブ配信やりましたね。ライブ配信、ラザ TV で初めてね、うん、ちょっと公開ライブ配信やろうかっていうところで、うん、はい、この米子のコンベンションセンターで、6月と3日と4日に、株式会社コニスさんっていう、米子のね、企業さんが主催する、イベントがあるんですけれども、うん、そちらで公開ライブ配信をね、うん、やることになりまして、詳細の方がね、この今下に出てると思うんですけれども、この時間から、ライブ配信とか、うん、やろうかなというふうに考えてますので、じゃあもしかしたらこう普段の視聴者さんとお会いすることができる可能性があるということですよね。初めてやっぱりこうね、来ていただけたら、うん、私もね、いや嬉しいですよ。お会いできるって、はい、変わったポーズしましたね。あ、気持ちが体に出てくるタイプのぜひ皆さんね、ご都合がつけばね、6月3日4日のコンベンションの方にお越しいただければなと思いますけれども、はいはい、結構大きなイベントなんですか？かなりね、うん、70社近く、それ以上かな、集まるイベントで、そう、住宅関係の、お店、ちょっとエンジン切るわ住宅関係のお店だったりとか、うん、あとは飲食店とかもね、水族屋さんとかも集まるんで、これね、飲食店、そうだって、聞いてくださいよ、新感覚ラーメン、焼きそばとラーメンの融合、博多焼きラーメンとか、秘伝の漬け込みだれが絶品の唐揚げ、中津唐揚げ、中津唐揚げね、グルメバトル最高金賞受賞の焼きそば、金賞焼きそば、いいね。しかもこれ全部500円ですって、超安いじゃん。へえ、美味しそう。めちゃくちゃ安い。しかも、うん、このキッチンカーでかき氷、糸ピンスっていうの、これ糸ピンスかき氷、なんか細いやつ、細いかき氷とか、本当にいろんなグルメが出るので、これだけじゃなくてまだたくさんありますもんね。あるよね、うん、もうゆかさん好きでしょ、このメダカすくいとか。メダカすくい好きなんて言ったことはないと思うけど、懐かしい、まあ確かに、うん、チャレンジしてみたい気はするけど、ドライヘッドスパもあるみたいだから、そうだ、はい、頭をもみほぐすことで、脳を超リラックス状態に、占いとかもあるし、うん、あ、占いいいね、うん、占い見てみたいな。僕たちも占いちょっと行ってみるか、うん、やっぱりちょっとそうですね、今後のラッタ TV のラッタ TV をちょっと占ってもらわないと、やっぱり、うんうん、コストコも来るんだ、コストコのね、商品も並ぶみたいなんで、当日はね、休み取ったゆかさん、バッチリ今ここなら、ね、バッチリでございます。じゃあちょっと、6月3日と、ね、4日に、イベントありますんで、ぜひ皆さん、当日はコンベンションの方にお越しいただければなと思います、はい。